あんにゃーん、日本一カンデラ好きなモデルことカバチャンネルイブンだー。イエーイ。今日は何？今日はジャンル別役柄女性編。イエーイ。と前回ジャンル別役柄男性編こちらやらさせていただいたんですけれども、その女性編ということで今回2部作ということでご紹介させていただきたいと思ってます。ジャンル別の役柄本当に僕大好きで、やっぱり女性の役者さんを好きになるというのも役柄から入ることが本当に僕は多くて、そういった意味で役柄というジャンルに今回絞らさせて YouTube を上げさせていただいています。僕と同じ共感をする人たくさんいると思うので、まあ、そんな方にぜひ見ていただきたいというふうに思ってます。あとはやっぱり僕の YouTube といえばやっぱり韓国ドラマ、これからハマろうかなって思ってる人と、もしくはまだまだこれからハマりたいなと思っている人に僕は向けて喋ってますので、ぜひこの企画最後まで見ていってください。それでは一つ目なんですけども、こちら、女社長役になってます。そんなおすすめ女優といえばソヘギョさんになりますね。そんなおすすめ作品はこちら、ボーイフレンドになりますよ。本当これは本当にね、エンカウンターということでネットフリックスにも出てますし、やっぱり、ね、U-NEXT でも見れる、究極のキュンキュンするラブロマンスになってます。韓国初のロケ地キューバが舞台になっている、女社長と従業員の年の差カップルの話になってますので、ぜひ年下がお好きな女性、そして今お付き合いしている年の差カップルの皆さんにぜひ見ていただきたいなっていうふうに思います。それでは2つ目なんですけども、こちら、貧乏役になりますね。自分で言って笑っちゃった。ちょっと貧乏役という貧しい役を演じられるということで、おすすめ女優さんといえばパクシネさんになりますね。おすすめ作品はこちら、相続者たち。これは本当に見ていただきたい。主演俳優名キャスト勢ぞろいのオールスタードラマになってます。ちなみにこの主演のパクシネちゃんなんですけれども、パクシネちゃんは貧乏役、貧しい役が本当に多い女優さんなんですよね。ね、あんなに綺麗であんなに経験値豊富な俳優さんなのに、もうまるっきり本当貧しい役とか辛い役を演じられることが多いんですね。この役を演じられるというのは本当に演技力がないと絶対できない役柄だと僕は思ってますし、クシネちゃんが最もね、かわいそうな役が似合うということで僕は選ばさせていただきましたので、ぜひ相続者たち、若かりし頃のイ・ミンホさん、パクシネちゃん、クリスタルさん、キム・ビンさん、ぜひ見ていただきたいと思います。それでは3つ目なんですけども、こちら、医療系になりますね。これ男性部門にも入れさせていただきました。おすすめ女優といえばハン・ヒョジュさんになりますね。おすすめ作品はこちら、 W になります。このハン・ヒョジュさん W でたくさんの賞を、獲得された女優さんになってます。もう春のワルツから、出られている女優さんということで、本当に人気の女優さんなんですね。もう主演といえばハン・ヒョジュ、ハン・ヒョジュいえば視聴率が取れるということで、本当にね、超絶女優さんとして人気のある俳優さんになってます。 W といえば主演がイ・ジョンソクさんとハン・ヒョジュさん、もう美男美女の、共演ということで人気を得たドラマなんですけども、これ現在 U-NEXT 限定で見れる、ラブロマンスになってます。医療系の役を看護師という医者屋ですね、役を演じられるハン・ヒョジュさん、ぜひぜひ見てください。それでは4つ目なんですけども、こちら、スター女優役ということで、爪女優さんはチョン・ジヒョンさんになってます。おすすめ作品はこちら、星から来たあなた。もうこれはね、韓国ドラマといえばスター女優と一般の人ということで、よくある、設定ではあるんですけども、例えばあとはスター女優さんと裏方役、ヘアメイクさん、スタッフ役、カメラマン役とか、ね、そういうのすごい韓国ドラマではよくある設定ジャンルではあるんですけれども、一番スター役が似合うといえば
僕はチョン・ジヒョンさんをおすすめしたいなというふうに思ってます。チョン・ジヒョンさんといえばもう女性が一番大好きな女優さんということで、同性から最も愛されている女優さんだと言われています。昔から大スター、スーパーモデルから女優になって、本当まさに今の地位を獲得した女優さんということで、もう最新作のキングダムという役も本当にいいですし、まあ僕はとにかくチョン・ジヒョンさんの一番の最高傑作といえば星から来たあなたの女優役ということで、ぜひおすすめしたいなっていうふうに思います。それでは5つ目なんですけども、こちら感情役、まあ時代劇の役柄ということで、おすすめ女優さんはカン・ハンナさんになりますね。おすすめ作品はこちら、最新作愛の単身になりますね。これディズニープラス限定の最新作、今まさに Now のドラマになってます。僕が今最新作たくさん、今韓国ドラマ人気ですけれども、そんな中一番今見ていただきたいドラマといえば愛の単身。これマジで本当にそうなんで、視聴者の皆さん本当に愛の単身見てください。カン・ハンナさんといえば本当に体を張った演技から何もかもやられてきた女優さんということで、本当に下積み時代が長くて本当に人気だった女優さんではあるんですけれども、もう女役だったりとか時代劇系の役の韓服が似合う女優さんということで僕見てきましたけれども、やっぱりカン・ハンナさんすごいなと、本当にしっくりくるし本当になりきってる感が伝わってくる、動画越しで伝わってくるって本当にすごいなっていうふうに僕は愛の単身を見て思いました。これペクさん芸術大賞主演女優賞を取るんじゃないかと僕は思ってますので、ぜひ見てみてください。それでは最後6つ目なんですけれども、 OL 役になりますね。おすすめ女優さんといえばイボヨンさんになります。こちら、君の声が聞こえるになりますね。これちょっと前、8年ぐらい前の作品だと思うんですけれども、主演がイジョンソクさんとイボヨンさんということで、当時本当に一世風靡させたドラマになってます。モエル役というものも韓国ドラマたくさんありますが、僕的にスーツのもうね、本当に一般のね丸の内に歩いてそうなんじゃないかなという、イボヨンさんどこ、イボヨンさんどこ、イボヨンさんどこっていうぐらいね、掘るんじゃないかなっていうぐらい似合う女優さんになってます。平凡な平凡って言ったらあれですね、やっぱり女優さんといえばイボヨンさん、ビジネスバッグを持って会社に出勤するという役柄が本当に似合って、やっぱオフィスにオフィスシーンがたくさん出てくるんですけれども、そのシーンでも本当に似合ってたイボヨンさんは僕はめちゃ目に焼き付いてたんでおすすめさせていただきました。以上6000ジャンル別役柄女性編ご紹介させていただきましたけど、いかがだったでしょうか。まあ女性から見た方はぜひ男性編というものを前回の動画出してますので、これもぜひ見ていただきたい。男性編見た方はぜひこの女性編を見ていただきたいなっていうふうに思ってます。ジャンル別役柄以外にもたくさんのジャンルというものをこれから発信していきたいと思いますので、まだ見てない人はこの僕がおすすめした6000見てみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。アンニョン。見て。